レッツとは、鈴木が製造を販売しているスクータータイプのオートバイである。エンジン形式や車体構造が異なる様々なモデルが存在する。本校では、派生車種にあたる電動スクーターの良、e、いレッツについても記述する。レッツは1996年に発売された。それまで発売されていたセピアの後継という位置づけの車両であるニストロークエンジン搭載。 最大の特徴として、車体全部のフロントカウル部分のスペースを活かし、完全収納式のフロントバスケットを装備していた。ガソリンタンクは5.5リットルと、セピアより大きく、利便性が向上した。1996年3月には、ロフトとコラボレーションした限定カラーモデルが発売された。しかし人気は後に発売された、レッツニの方に集まったことから、販売は、 数年間で終了している、レッド C レッツ2も1996年に発売された。先に発売されたレッツとは異なり、スタンダードタイプのスクーターであったが、当時スクーターの販売台数が減少していたことから、値段を99,800円と比較的廉価に設定して販売したところ、レッツの売上を大きく上回るヒット車となり、 後にディスクブレーキ装備使用者の S や座席位置を低くしたローシート使用者の L も発売されている。L とスタンダードにはコンビネーションブレーキ装備使用者も発売されている。1999年モデルチェンジスズキのラインナップ整理を受けて主力モデルの一角と位置づけられ、また同年施行された平成10年自動車排出ガス規制対応による装備強化によって これまでのレンカ路線から一転他社モデルとの競合価格帯程度まで販売価格が引き上げられたがユーザーに受け入れられずこれまでの人気モデルから一転レッツ2は販売が低迷し不人気モデルと化した翌年同ベースのスポーツタイプダブルゼータが発売された2002年2月マイナーチェンジ価格高騰による販売低迷の打開策として 従来の低価格路線へ方針転換し、車体部品の大幅な削減を行い、同時に標準装備も簡素化した。同年10月にもマイナーチェンジを行い、ちょい乗り同様の部品見直しの上で、国内生産者ながら販売価格を10万円強程度に設定し直した。ことから、再びユーザーに受け入れられた。なお燃料計は、上級使用者の G2 のみ装備され、他のグレードは、 燃料系の代わりに燃料警告ランプがメーターに装備された。2007年に施行された平成18年自動車排出ガス規制により、事実上にストロークエンジンの製造ができなくなり、同年9月限りで生産が終了した。レッツ4は2004年に発売された。将来の環境規制を見据えた後継車両としての位置づけであり、エンジンは4ストロークエンジンを搭載したが、 三国が鈴木と共同で開発したディスチャージボンプ式、フューエルインジェクションを装備することにより、エンジン出力を 5PS と不足ない程度まで確保しながら低燃費での走行が可能になっており、価格も新車ながら99,800円とレッツにより安く設定された。この車両で導入されたディスチャージ式、 フューエルインジェクションの技術は当時の鈴木の小型スクーターエンジンにおける標準的機構となり、その後発売されたアドレスシリーズにも用いられることになった。また2007年からの平成18年自動車排出ガス規制には触媒付きマフラーを装着させることで対応している。2005年にはレトロ調のポップなデザインに衣替えし標準装備を充実させたレッツ4パレットが発売され、 2007年にはフロントカウル部分に開放式フロントバスケットを搭載し収納性を向上させたレッツ4バスケットが発売された2010年モデルのノーマル仕様は中国で鈴木と合弁事業を行っている黄門市大長江集団有限公司に生産を移管されたが2011年モデルのノーマル仕様は再び日本国内生産となりりやキャリアが追加された なおこれらのモデルからはエンジン出力が 4.5PS にでチューンされている。レッツゴ発売後も併売され続けていたが2015年に新型のレッツと入れ替わる形で生産終了となった。レッツゴは2008年3月21日に発売された。原付きとしては初となるハンドルポケットを装備しているのが特徴である。このハンドルポケットにはメガネやガムといった小物が収納でき、 メーターの真下にあることから収納も取り出しも容易である。なお GCO も発売されており、フロントポケットや盗難防止アラームなどの装備が追加されている。しかし人気は先に発売されたレッツ4の方に集まったため2011年に一旦生産を終了したものの、2013年より生産を再開しノーマル及び GCO ともに6月4日から販売されたが、2015年に 再び生産終了となった。2014年11月19日に2015年モデルとなるレッツが発表された。エンジンは日本使用車では初となる SEP エンジンを搭載し燃費を重視したセッティングが施されている。車体デザインはウィンカーが前面側がカウルからハンドルに移動しすべてクリア化された。2015年仕様での無印と G 仕様の差は G は 表面部品の一部がメッキに、速度計のウインカーランプが G の未装備、外装色が、無印が無塗装に対して G は塗装、無印は、リアキャリア装備に対して G はハンドルに変更される等の差がある。G 仕様は2014年12月11日、通常仕様は2015年3月13日に発売され、レッツ4バスケットの後継仕様となる。 レッツバスケットも2015年5月7日に発売された CA4A 型は2017年9月1日より平成28年自動車排出ガス規制の対象となったことから同月19日より規制に適合させたマイナーチェンジが行われエンジンセッティングなどが変更され通常バスケットの2仕様となる E レッツは2012年1月9日に 発売された電動スクーターで日本では原動機付け自転車となる。車体はレッツ4バスケットからの流用だが、メットインスペースにあたる部分をバッテリーが2個搭載できるスペースとし、駆動部にあたる部分には定格出力580ワットのモーターを搭載している。なお通常仕様の搭載バッテリーは1個のみであり、2個目のバッテリーを付属品とした仕様の良、e、いレッツ W も 同時発売されていたが、W はメーカーから発売終了が公表されている。50cc スクーター、レッツ2シリーズをマイナーチェンジ、スズキニュースリリース1999年2月1日、国内生産で低価格を実現した、機能版、スクーター、レッツ2スタンダード発売、スズキニュースリリース2002年1月25日 50cc スクーター。 レッツ2スタンダードを一部改良し、発売、鈴木ニュースリリース2002年9月19日低燃費で、力強い新開発 50cc エンジンを搭載して、低価格を実現した新型スクーター、レッツ4を発売、鈴木ニュースリリース2004年10月7日鈴木、生産終了モデルアクセサリー鈴木、便利なハンドルポケットを採用した、新型原付きスクーター、 レッツゴシリーズを発売。鈴木ニュースリリース2008年2月26日。鈴木。ハンドルポケット装着のレッツゴーと、レッツゴ g 発売。バイクブロス2013年5月27日。鈴木。50cc スクーター新型。レッツ G を発売。鈴木ニュースリリース2014年11月19日。日用品としての原付きは、やっぱり必要でしょ鈴木が、 レッツシリーズの一新を発表ウェブミスターバイク、鈴木レッツ G、バイクブロス2015年3月6日鈴木、新型 50cc スクーター、レッツバスケット、アドレス V50 を発売、鈴木ニュースリリース2015年4月16日、鈴木、50cc スクーター3モデルを、新ハイガス規制に対応、レッツ、 レッツバスケットアドレス V50 レスポンス2017年9月14日、鈴木バッテリーを取り外して家庭で充電できる電動スクーター E レッツを新発売、鈴木ニュースリリース2011年12月9日、鈴木 E レッド S、E レッド SW 車両解説ウェブミスターバイク、ありがとうございます。